マリットカレットサクサクということでですね、はい、今日はなんとトーチあるじゃないですか。トーチ、この聖火リレーのトーチを走って、その後に何週間かしてからお家に届いたんですよ、トーチが。でこれはサッカー協会からいただいたもので、これね、これ箱に入ってるとこういう感じなんですけど、で、そう、で、本当にこの中にはあっと驚くトーチが、驚くよね。このトーチ入ってると思わないじゃん。だって、あ、落ちた。あっと驚くトーチがこういうビニールに入って置いてあったんですけど、で、この筒のままね、ずっと入れてたの。トーチ、まあこれ出すとこういう感じなんですよ。で、もうこのまま、筒のまま、本当に一生このトーチが終わるか、やっぱり綺麗に、まあオリンピックも多分始まりますよね。だから始まるので、そういう意味でも、やっぱ選手を応援しようということで、トーチを飾りたいなと思って。で、見て、トーチってこれ桜の形になってんのよ。で、なおかつこれが、福島とかその東北の仮設住宅のその仮設住宅からできてるんだって、こういうのが。だからそういうの聞くと今まで以上にもっと重たいものだなって、すごいなんか私はジーンときます。やっぱり福島での5年間があったので、だからそういう意味も込めて聖火も走りましたし、やっぱりこのトーチを本当にこの丸のさ、このぶっといこの丸のさ、まま終わらせたくないじゃないですか。トーチだってこの中にいたくないよって思うじゃん。これで多分普通に家でしたらもう本当にワンRみたいなさ、間取りなんですよ、多分トーチからしたら。だからやっぱり、その、なんで 3LDK とか 4LDK を眺めたいなとか、そういう気持ちでもトーチはなると思うので、今日はそのトーチ、を飾る容器って言うんですっけ、そういうの、透明な硬いカチカチの透明なあれを、なんか友人が探してくれて送ってくれたんですよ。なのでそれを開けてみたいと思います。まるっとカリッと。これがすごい難しいのがさ、どっから取ればいいかな。こう取ろう。これで、これで見える。はい、それでトーチのこの入れ物がこちらになります。ちょっとこれ縦、横で取るから縦にできないんですけど、大きさ的に結構大きいです、こういう感じで。これとこれがついてます。なんかこの立てるやつかな。で、まずこれをちょっと開けてみますね。そう、それでこれなんか専門的に作ってるそのトーチの飾るやつのところで買ったんですよ。私は本当に見たこともない人が作られたっぽいんですけど、なんか部活っぽいところで買ったみたいな感じで言ってたんですよ。ちょっとそこは分からないので調べなくてもいいですか。それは私の家のトーチが本当に狭い部屋に住んでるっていう話だったので、友達が送ってくれたのがこちらなので、ちょっとこれも開けてみたいと思います。重さはでもそんな重くないね。みんなトーチもらった人ってさ、うわーすげー、どうしてるんだろう。うわーすごいよ、ほらこんな感じ。これってこっちがあれなのかな、表なのかな。こんな感じですね。全部見えないのがあります。こんな感じ。そう。で、多分これがこうなるんでしょう。こっちだよね、多分。で、この下に多分取り付けるやつが、多分これ。だからとりあえずは、これを置く。あ、怖い。置く。で、トーチを刺す。
これさ、本当にすごいね。トーチだけの。わわわ。すごい、見て。もうこれだけででもいいけどね。この上につけるやつに。なんか、あるのかな、やっぱつけた方がいいのかな、上にかぶせるみたいな。ちょっと。じゃあこれで。わ、ちょっとやっぱ、これこう持つとやっぱ重たいね、少し。こうか。どっちが表で、どっちが、どうとかっていうのはちょっと、わからないんですけど。じゃーん。あれ、これって前がこっち。難しい。ちょっと待って。これ正面がやっぱ前になんないとだよね。こうか。いきます。じゃーん。完成です。めっちゃ完成。こんな感じ。こんな感じ。あれ、こうか。待ってね。これちょっと逆にするわ。こんな感じです。見てください。こんな感じになりました。すごいね、綺麗だね。ただなんか物が後ろに置いてあるからちょっと分かりづらいんで、ちょっと飾ります。まるっとカリッと、はい、完成です。こんな感じになりました。やっぱすごいいいね、かっこいいね、やっぱ飾った方が。ただこれもどこに飾るのが一番ベストなのかなっていうのがあるんで、今一応ここに物が何もないんですよ。本当だったらこのここのさ、ところの横に置くかなとかって思ってたんですけど、ちょっとこの猫がやっぱりなかなかどかない感じの猫なので、ちょっとそれはもうちょっと時間かかりそうですね、どこに置くかは。まあ一応でもこんな感じで、一応こんな感じで出来上がりました。この動画を見て、もし私がトーチだったら狭い部屋は嫌だ、広い部屋がいいと思う方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。